まくんです。しーちゃんです。ヘアラキチャンネル、イエーイ。どうも、質問コーナー、なんか DM でいっぱい質問が来てまして、まあ、溜まってますから。最近なんか近況めっちゃ喋っててんか、夏休みもあって、だからもうポン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 と細かいのいきたいと思います。特になんかみんなが気になってることを、あのピックアップさせてもらったんで、はい、行きましょう。まずちーさん、子育てで一番大事にしてることは何ですか？大事にしてること、大変だけど楽しめるようにするかな。みんな大変やで。でもそれ大変の方が勝っちゃうやんか。大変でも楽しむようにっていう風にどうにか変換して、曖昧までね、自分がきつくない方法をなんか探しながらって感じ。きついのは分かってるよみんな。俺は子育てで大事にしてるのは目線を合わせること、まあ、育児メインやから、家事よりも、だから子供3歳には3歳、6歳には6歳として接する、絶対に親やからとか上の人とか、あなたよりももっと立場の上ですごい人っていう風には喋らないっていうのは心がけてるかな、子供と関わることかな、すごい大事にしてる。いろんなコミュニケーション、コミュニケーションとか、そう、信頼関係ってこと。ああ、そうね、それ一番大事かもね、はい。ちーちゃんの一日の食事を細かく知りたいです。これめっちゃ言われる。ほんと、ご飯どうしてんねんっつって。本当に日によるよ。なんかランチの予定あったらちゃんとランチは食べてるし、朝本当起きたらすぐ温かいものをの飲むか、酵素を飲むか、朝一ね、スタートして、でお弁当の残りをちょっと食べて、で昼はマー君とランチに行くか、トワ君といるときはもう納豆ご飯とか。ああ、もう刺さってるけども。もうそうね、時間かけてられへんから。いや、とにかくトワ君を食べさせて、お昼寝をさせたいから、夜は夜ご飯の作りながら。でもだからキッチンで基本食べてんな。じゃあ本当作りながらちょこちょこ作りながら食べて、あとはみんなが食べてる途中に合流して、ちょっとなんかつまみみたいな感じで食べてる。ああ、なるほど。子供が2人います。子供のことは大好きです、とても大事なんですが、子供のことより奥さんのことを最優先に考えている傾向にある自分はどう思いますか？めっちゃいい。もうそれが一番じゃない？素敵だよね、奥さん的には。やっぱり思い出したけど、結婚前言うたもんな。あ、言ってた言ってた言ってた、子供ができてもお互い最優先しようなっていうのをさっき言ってたな。そう、あの血がつながってない分、やっぱり気持ちはこっちが一番って思っとかないと、ね、そう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 、絶対に子供できたら、2人ともが子供に行って、ここの関係が希薄になると、子供通してしか喋らないとか、そうなると子供が気使うとか、旦那がおらん時に奥さんが子供に愚痴を言うとか、旦那の、ほんで印象が悪くなる、関係がどんどん悪くなるっていうパターンはよく見たから、それを思うね。パートナー大事にしてたら自然と子供は大事にしてるだろうからっていう風に思うけどな。で、絶対そのニコニコしてんのは見てたいと思うけどさ、誰かのことを誰かが嫌ってるのって見たくないと思うんだよ。これいい、これ最高やと思う、俺なんかね、聞いたことあるね、ひろみさんが、なんか息子がね、思春期で、そばばみたいなことをゆうさんの子に言った時に、俺の女に何言ってんだったよみたいなことを言ったみたいな、なんかネットのちょっとした噂やで、やけどなんか分かる気するやん、言いそうみたいな。じいちゃんこの間記事送ってきたもんな、俺みたいに。あのネットで、あのひろみさんが奥さんの関係をまとめた記事があって、考え方似てるなと思って。まあ大体似てたな、ひろみさんみたいになってるかもしれない。なんかまあ書いてた記事は、結婚するって決めたから俺は離婚しないっつって、だからママが浮気しても、なんか離婚するってすぐ言うやついるけど、俺は意味わかんねえみたいな、ママが別れるって言ったら別れるみたいな。ああ、そう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 、そんな感じ、そんな感じや。まあネットの記事だかわかんないけど、わかんないけど、それにはすごいマー君似てるなと思ったんだ。それをこっちが思えてるって結構でかい話、そうね、マー君多分そうやろなって思えてるってすごいよな。夫が自然と家事育児をやるようにするにはどんな声掛けや工夫が必要ですか？これは無理やと思う。自然とやりだすなんて、そんなことは絶対無理やと。旦那側から言うと、何言われてもさあ始めようと思わない。パパパパパ、いっぱいだ、いっぱいいっぱい、あんの？あ、ないの、まだない、ちょっとしか入れなかったから、あげるね、いっぱい。それを期待して声かけるわけじゃないけど、やってよっていうよりは、やってくれたら嬉しいとか。あとたまにちょろっとやってる時あるやんか、
異常に喜ぶやるモチベーションってこれやりなさいはまず最悪一番やらん。でも何かやった時にえこれやっといてくれた嬉しいって言われたら、うん、またやろうかなって思うのよね。えなえそんな大したことやってないのにそんな喜んでくれんねやったらまたやろうかなって 1% でも思ったらすごいいいと思うんだよ、うん、ね。だから自然にやるようにするには難しいと思う。自然には気づかないらしいよね。もうおだてておだててなんかモチベーション上げさせる気づかないみたいな。やるべきことが気づかない分からないし、うん、で大変さも分かってない。だからまずそこを教えることなんだよ、うん、お母さんの一日のルーティーンを一回たどったらマジでしんどいの分かるから。でも本当お互いみんなしんどさあるし男も女も、うん、やけども家のしんどさはもう特殊やとは思う、うん、俺はもう気づくのにもう10年以上かかりましたから、うんうん、これやったらこんなに喜ぶのかの積み重ねかなって思う。だから研修みたいに一回これやってみてっつって、うん、その時にえやばこんな大変なみたいなやったら次から手伝おうって何パー思うかもしれない、うん、教育方針が夫婦で違った場合どのように解決しますか。これちょっとやっぱイラッとしたことあったな、うんうん、話し合って、うん、お互い折り合いかな。そう二手に分かれてどっち行った方がいいっつって、うん、俺は絶対左やと思う、うん、ちーちゃんは絶対右やと思うってなるとするやんか、うん、俺やっぱりいや絶対そうやってって言いたくなんだよね、うん、お互いな。いやそっち行ってみよう一回って言うやん、うん、ほんで行って違うかった時にほら違うやんけって言うんじゃないしに、うん、あじゃあ違うかってねこっち行こうかなってその時にほらって言わんかったら、うん、ごめんなって多分思うからこの思いやりやろなと思うねな、うん、そうね、うん、私は結構折れられる、うん、俺折れられへんかったけど折れるようになったなでもワンチャンスしかなかった場合、うん、これどうすんのってね。例えば中学受験なんか1回しかないやんか、うん、その時にえこっちがいいあっちがいいになった時にどうすんかっていうね。でぶつかって決められないみたいなのはあると思うんだよね、うん、やけど、まあ、でもね子供のことだったら子供がどっちの方が納得するかで、うん、もう折り合いよ。そう折り合いだからもう持ちつ持たれつで前聞いてもらったし今回は聞いてもらっていいとか、うん、そういうやり合いや。もし毎日旦那さんが毎日弁当生活だったらおかずは毎日買えますか。買えるよ。買える。買えるけど、うん、まあ何パターンとかなっちゃうかもしれないけど、うん、一応買えるよね。今日はちょっと鮭入れたから明日は肉入れようかなとかなで意外と俺同じでも大丈夫な人やしなそうなんか子供もそうだけど好きなものが入ってればいいから大体同じになっちゃうんだけど私はなんか卵を料理を変えたりして、うたくん卵焼きした次の日は、うん、あのゆで卵 の、うん、あの黄身のとこをマヨに前洗って戻してやるやつ。こだわりない人やったら同じでもいいんじゃないかな。そうね、うん、ちいちゃんは変えてくれると思う。なんかデザート変えるとかね、うん、イヤイヤ期の娘どんどん外に出そうとあちこち連れて行ってみるとひどい時は1時間は悲鳴のギャン泣き、うん、周りの人が振り返りついには耳を塞がれました。アドバイスをください。まあでもこんなもんはあるよ。ある。もう1時間どころじゃないよ全然。もうすごいよ。うたくんとワークすごいよね、うん、すごい。えぐい。もう何時間そのうち疲れて泣き止むよねがないもんね。そう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 。え、こんなに疲れへんとか言って。もう寝るやろ思ってから2時間は寝ないみたいな。泣き続けて。あんまり遠くに行けなかったあのイヤイヤ期時期は、うん、そうね、もういつでも家に帰れる距離とか、うん、あと人少ないところを見つけるのが上手くなったわ、うん、ギャーって泣き出した時に最初は掘ってるけど、うん、もうわこれ迷惑やなと思った時にスッと。いや東京ってさどこで泣けばいいか外で、うん、ないんだよね。ない。あの人多すぎて外で泣いてても道で泣いててもその辺の家の人が出てきて、うんうん、注意してきたり、うん、どこで泣けない家しかない外行けないじゃん。ふーちゃんがやばかった。いやすごかったなーちゃん。もうで妊娠中で、うん、もうさ暴れるふーちゃんをも抱えられなくて、うん、でその時期まだ全然仕事ばっかりで家のことなんか全く見てない時期やからよう超えたね、もうあれ超えたから、うん、今まだ楽だじゃない。まだねもう来た来たって感じだけど最近とわちゃんがなんかずっと機嫌悪い、ね、うん、いやだいやだの時はすごいね。やっぱちょっと長いな。自己主張がもうすごくて
言葉が出ないから、うん、イライラしてるね。そうね、まあだから本当に耐えましょう。電車でちゃんと座ってくれません。どんな対策がありますか。男子座らない。ずっと釣り革これ、ずっと座らないよ。もう私ずっと立って外見せたり、もう何かしらの手を走るし、もう棒を持って横座ってる人の時にゴーンとかやったりするし、座らせた方が危ないから、うん、そうそう座ってもさ、靴のままさ足バタバタやってさ、横の人にパーンとかで、そう隣の人の服にパーンとか当たったりとかし、はいからってなるから、もうだからもう、あのカバディです、ずっとちょっと変な感じせえへんか、囲んでるね、みんなでみんなで囲める人数いるからいい。結婚の決め手は何ですか。結婚の決め手は、私は家族になる想像ができた、うん、俺は家事育児をそこまで苦とせずにやってくださる人だなと思った。これ言うとさ、うん、家政婦ですかみたいな人おるのよ、おか、うん、そのおか、あの、女の方でね。いいけど、ごめんなさい、でもそれは2人ともがこれからやっていかなきゃいけないことってあるやん。で、分担しなきゃいけない時に2人ともめっちゃ嫌なことは揉めると思うんだよ、うん、そう、だから私がそう言われて嫌って思わないからいいんだよ、うん、そう、その関係やと思ってて、うん、そう、うん、私はマー君が私をお母さんみたいって思っててもいい、うん、別に、あ、そう、お世話が好きだから。で、俺は逆に金ずるやって思われてもいいのマジで俺全然金稼いでくるし、うん、好きに使ってて、うん、いろんなことやってもらってるしありがたいし、うん、と思ってて、そう、だからまあ私がお世話をしたかったから、うん、まあ、ちょうどよかったのね。そうで、だから俺は育児をやってたら、うん、偉いですね旦那さんなのに育児してとか言われるんだけど、俺好きでやってるだけやから、うん、それさ、世の男性で好きじゃない人が多いだけであって、うん、そう、そこ俺がうまいこと言ったらさ、うん、あ、ここやってくれてるし、あれやってくれたらありがたいなとかじゃん、うんうん、そう、だから分担で言うと奥さんの方がお金稼いででもいいし、うん、ちょうどもう夫婦って本当にデコボコでぴったりっていう夫婦がね、うん、やっぱなんかそうで、だからこのちょっとだけ会えへんところの角こうやって削っていって合わせていくっていう作業を何十年でやっていくみたいなことやな、うん、だからダメなところはこうパーンってちょっとずつ合わせていったりとか、うん、でも基本的には最初からちょっと合ってる部分は多かったかな、うん、だからこう丸めるところは少なかったかもしれない、こう合わせるために、うん、結婚前に江原さんが朝まで飲んでたりした時、ちーちゃんは心配とか不安にならなかったですか。また解消法が知りたいです。でも出会った時からそうだったから、うん、あ、そういう人って思分かってるでしょ、うん、で帰ってこないは、でもあの、なんかあったかの、こっちそう、なんか事故とかそういうのに巻き込まれてないかとかの心配はよくしてる。あの、連絡つかないとかね、で携帯の電源落ちてるとかさ。あ、そうね、あったね、あったじゃん。え、電源落ちてるって怪しいとかなれへん、うん、いや、なんかあったよ、あの、朝まで寝れるバーあんのって思ったけど、そう、なんか知り合いのね、そう、知り合いのバーで酒飲んでて、夜中3時ぐらいまでもうベロベロで酔ってて、で起きたらもう昼の12時とかやねんな。で、うん、俺以外に店員とか2人ぐらいソファで寝てたりすんねんか、席で、うん、やねんけど、それが信じられへんねんもんな、うんうん、もう信じるしかない、ね、それをさ、疑いじゃなしに信じることに徹したっていうのはすごいわ。もう信じるしかないってなっちゃう。やだ、ご機嫌になった。ご機嫌になった。ちょっとグズグズやったのに。そうだよ、さっき。ずっと気にするともう体調悪くなるからもう諦めるっていうか。そう、もう気にしないように自分を守る。にならないように他のことを。に忙しくする。減ってった、それって、うん、そのずっとその飲みに行ったりとか、うん、まあ、言うたら不安も多かったわけやんか。まあ慣れるよね。あ、慣れた。慣れるよ。私も旦那も相手に不満があってもあまり口には出さず溜め込んでしまいます。だから喧嘩はほとんどないんですが、何でもズバズバ言い合う夫婦も羨ましいなと思います。この先ずっと仲良くいれるにはズバズバ言い合った方がいいと思いますか。言い方かな、ズバズバじゃなしに
あの気になったことがあったら、これってこうやってくれたら嬉しいとか、これってこうなのとか、嫌味でもなく質問っぽくとか、言い方やな、ズバズバ言うことがいいことは思うね。とは大変です。とは大変。そう、もうこれ言わないともうずっと気にして病んじゃうだったら言った方がいいけど、うん、そのうち忘れるようなことだったらもうほっといっちゃう、うん、あでもそれがなんかしこりになるんだったら言った方がいいわな、うんうん、うちは多分隠してないと思うけど。ドアじゃん。子供が3人いるんですが、江原さんは一人一人と過ごす時間ありますか？一人一人と過ごす時間はないかもしれないけど、今ね携帯持ち出したから、フーと、うん、あのミウは LINE できるんだよね。そうね。だからそこの結構コミュニケーションも取ってるから、うんうん、でも基本的にはご飯食べる時間とか江原家チャンネル撮るようにって思って時間取ってるから、一緒に過ごす時間長いじゃん、うん、結構細かいことまで知ってるね、こういう関係とか。なんか、まあ、悩みとかあればさ言ってるよ。フーちゃん、オトちゃん、うんと、あのプール行ったりとか、あミュウとカバン行ったり、そうね、あ、そうね、行ってるな、結構。いや、意外とマー君は行ってると思う。そうね、うん、歌とも二人で遊んで、トワとも二人で遊んでしてるもんな。行ってる行ってる。あ、ほんまやな。カラオケ行ってるし、プール行ってるし。お父さんやな。怒られる、またこれ言ったら。どこだよね、みたいな。いいよ、いいよ。20代の俺と、うん、今の俺、その父親旦那としての点数をつけるとしたら、だってあの子供好きって言ってたのに嘘じゃんって思ったもん、ちょっと。ああ、その子供できた当初ね。違うじゃんと思った。うん。ホブさんになりたいとか言ってたのに、もう全然違うじゃん。どこぐらいまで？ふーちゃんぐらいまではそう、ね、完全に本当にいなかったから。うん、そうね。それまではオフを取るとかができなかったから、うん、土日に絶対営業入ってたじゃん。できなかったというかやらなかったんだよね、うん、別にそれをやっちゃうと仕事が減ると思ったから、うん、仕事を減ったら絶対やばいと思ってて、うん、今バチバチ取るやんか。だって特番の仕事をミウの文化祭を見に行くっていうので削ったりとか普通に断ってんもんな、いっぱい。うん、そう、なんかお父さんにめっちゃなったと思う。あ、うん、いや、あの頃はいっぱい泣いたし、うん、本当に寂しい思いもいっぱいしてるよ、うん、ね。まあでもそこで終わらんでよかったね、うん、結果本当でも子供たちがいたから、うん、まあ寂しくはなかったけど、それに付随してちょっとあんねんけど、離婚してもう結婚はいいやと思ってましたが、江原家を見るともう一度結婚するのもありかなと錯覚を起こすほど幸せをもらってます。二人は離婚したいと思ったことありますか？そのきつかった時に離婚って考えへんかった、うん、考えたよ。あ、考えたよ。何回かやっぱ考えてるよね、もし離婚したらどうしようみたいな。だからとにかくもうその頃はもう実家に帰りたかったから、うん、その助けが欲しくてっていう意味だよ、それは、うん、なんかもうあの妹たちも大分にいるし、うん、離婚して大分に帰ったら、うん、どうなるんだろうとか結構考えるタイミングもあったよ。どれぐらいの時に離婚考えた？それ本当に一瞬考えたりするくらいだから、そんな思い詰めるっていうことはない。思い詰めるとかもないけど、あ、離婚したらどうなんやろうって考えたってことね、うん、悲しい時とかは。ああ、トワシュがすごい。俺もだって離婚したらどうなったらよって考えることあったもん、ね、別に離婚したいわけじゃないよ、うん、独身やったらこういうこともできる自由度が増えるのかなとか、うん、そういうのも踏まえてね、うん、トワ君がテンション上がってきたんでね、ここら辺で終わっておきましょうか。はい、皆さんですね、質問とか、トークテーマとかですね、悩み事ありましたら私の DM とか、ここのコメント欄でも書いてもらったら皆さん答えていきたいと思いますんで、また見てください。さよなら。バイバイ。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタン。